はい、チャンネル隊長、隊長の、トゥームレイダー実況、第2弾です。パパにも見せてあげたかった。さあね、前回からのね、あの続きでこのインスタ映えスポットからの、スタートです。おわあ、びっくりした。あおい、危ないところでしたね。まあでもまだね、慌てる時間じゃないから。で、いけ、はい、もうね、慣れたもんよ。あー怖い。なんかヘリコプターの音がしますね。敵かな。どこ行けばいい。こっち。おーおお、やべ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 、連中がもういるわ。中に入らない。怖い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 。こんなとこ狙いされたら終わるよ。おお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 おっぶねー、死ぬかと思った。そうなりますよね、そうなりますよね。あ、よかった、わかりました。怖え。いや、マジダメかと思った、もう死ぬかと思った。そいっ、おいしょー、よしー。これはさすがにこれは落ちたらしいな。あ、隣に、いいね。なんかあれみたいだね、あのアンチャーテッド、あれ、あれ意味あるよね。あ、なんか大事なこと話しようとな。ここか、よし。あ、びっくりした、キノコかと思った。キノコあると思った。あ、なんかちょっとエロいね。あー、もう大事な時に、うわー、びっくりした。やめろよお前、お前やめろよ、おいおい、やめてくれよ。今今日家一人だからさ、俺怖えってマジで。あー、びっくりした。あー、なんか来た、なんか来た。うわ、なんか食ったぞ今。骸骨なんか食ったな。来たねー。怖い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 。うわーい。うわーい。うわーい。うい。わ。めっちゃ死んでますやん、これ。ここで戦いがあったのね。戦ったのは、兵士と巡礼者たち。コミケかな、これは。トリニティ教団。うわ、びっくりした。めっちゃ刺さってますやん。あー怖え。てか銃撃てるんやな。奴ら道をこじ開けてる。なんて乱暴な奴らだ。何あんて、これ撃つんだろ。やったぜ。え、これ登るんか。これぶっ壊せるかな。おお、おお、いっぱい来た。あ、なるほど。でこれでこいつの上に乗って、あ、なんかちょっとゼルダの伝説のなんかダンジョンみたいだね。なんかスイッチ押すとさ、トッコ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 とか言って、おお、わかる人にはわかる、わからんやつはぜひプレイしてくれ。さあ行くぞ。うわあ、なになに、ああ、おお、いやー怖い。よし、すげえな。 B を残すと早く泳ぎます。うわ、やだね、こんなとこ泳ぎたくないよね。まあ俺泳げんけど。うわ、危ねえ、死ぬかと思った。すごい、やったわよパパ。どうすればいいんだ。あ、なんかね、ちょっとなんかあるよ。あの、また壊せそうなとこがあるね。これだ。で、またどうせあれだろ、水位を上げるんだろ。もうね、27歳のだからわかるよ。これ27歳だから分かる。おお、なるほどね、この棚をね。で、こっちでしょ、こっちでしょ、ほら、やっぱり我天才で、これなんか撃つんか、なんか撃つんだろう。分かった、いや分からん。え、ちょっと待って、ちょっと待ってね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 。
これどうするんだろう。とりあえず撃ってみよう。違うね。なんかこの上にあるね、このこいつなんか意味あんのかな。まさかいける？これこの、あ、なんかこうゆらゆらしているよな。これ一番下の時に飛べ。あ、意外と近かった、意外と近かったわ。うお、そうか、なんかこの扉さっきなんかうっすら開いたり閉じたりしとったもんね。それと同時になんかあのさっきの乗ったやつあれもなんか動いとったからね。ああそういうことか。おいしゃーい、なんだこれは。おお、これ書庫やったんね。でこいつがきっと書庫を守っとったやつなんだろうな、書庫たん。でどうすりゃいいんだ。あ、上乗れそう。あー乗れそう。あ、落ちる。よし、まずい、やっぱりな、連中が入ってくる。落ちたら死んどったわ。でこっちか、なるほど。よし、結構ねあのジャンプ力強いね。おお怖い。こっちか、こっちだな、こっちだ。あ、なんかある、これほら、なにこれ、なにこれ、なにこれ、なんか光ってるよ。うわ、お、なになになに、うわ、あ、そういうこと。おお、おお、いや、危ないところでしたね。うわつ、この中鍋の蓋がありますよ。あ、またやったぜ。なんかよくわかんないけど英語じゃない、ギリシャ弁。うおー、なんだ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 、危ねえなこいつ。なに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 、なんかあれがねヒントっぽいんだよね。あ、わかった。で落ちる、おつ、でこれに乗る、これに乗る、これに乗り、そしてどうする。あ、これだこれだこれだ、よっしゃできた。そういうことか。で、あれ、なんかライト落ちちゃった、大丈夫、いいのかな。で乗る、よし、これでマックスまで耐えろ耐えろ、鯉のぼり状態。うお、で結局流されちゃうのか。こいつ流されてばっかだな。いや、やっぱりね自分を持つことは大事ですよ。まあ流されて流されて流されて、まあ、生きていくのも悪いことではない。まあそれは結局自分のあの答えだった。そう、俺は何を言ってるんだ。さあ来ましたよ、ここはうまいラーメン屋か。違うようですね。一体 何がそんなに嬉しいんだ、何が見つかるんだ。おっと、何もない、中に誰もいませんよ。嘘、びっくりしたびっくりした、まずいよまずいよ。うわ、これは強そうな人たちが来ましたね。爆薬を仕掛けろ。なんですぐそうやって壊そうとするのかな。歴史的にも大変貴重なとこですよ、ここは。まったく本当に飛んだあれですね。もう何、大事な遺跡爆破してみたって。外役 YouTuber か、これは。ようやくここまで来た。前座には中だ、運が良ければ。なんか痛そうだねって、大丈夫か。開けろ。
え、なんか嫌な予感する。なんかあのカット的になんかさ、中に隠れてそうな感じだったけど、でもほらやっぱりネネバー。あんた一体誰よ。君は頭が切れ、もう分かってるんじゃないのか。誰だ。埋蔵品はどこにある。一体何の話かしら。嘘をついても無駄だぞ。君がここに先についてたんだ。残念なんだ。私が来た時には空だった。他に誰もいなかったし、埋蔵品もなかった。やられたぜ。ガンマゲームが得意じゃないというのも優しいこのアシスト。おお、そっち来にはいけない。うーぶれーうぃしー。うおー、ぶね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 ー、怖い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 。じゃあこれね、休まる時がないね、本当にマジすっげー映画見てるみたい。くっそ急いとるがね、そんなめちゃ急いでおるがよ。うわあ、怖い怖い怖い。うわ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 、クラシアン呼ばなきゃ。うわ、やばいやばいやばい。水のトラブルだよ。これは何。はい、クラシアンに電話して。一方その頃、クロフト邸では、お久しぶり。ララ、話したいことがたくさんあるわ。久しぶりじゃん。預言者の墓は見つかった。でもつけられた。なんて、誰に。トリニティって連中よ。殺されるところだった。一体どうなってるんだ。ただごとじゃないぞ。あ、分かった、こいつが犯人だ。連中は神秘の源を探してる。お父さんが探してたやつ。そんな気がするよ。それだけじゃない。墓の中で見つけたこの紋章、どこかで見たんだけど思い出せなくてイライラしたわ。そしたら気づいたの、これよ。パパの本の中で見たの。ちょっと聞いて。失われた都市キーテジ、シベリアにあったのが12世紀頃忽然と消えたと言われている。伝説によると、モンゴル軍による侵攻の前夜に湖の底へ沈んだそうよ。埋蔵品と何の関係がある。どういうことなの。同じ紋章よ。つまりどういうことだってばよ。ララもし神秘の源がキーテジの遺跡に隠されているなら、私が行って見つけなきゃ。シベリアに。冗談だろ。考えてみて、もしこれで本当に不死の秘密を解明できるなら、とんだオカルトマニアだな。変わるのよ。病気も苦しみも人が死ぬこともなくなるわ。とんだオカルトマニアやな、怖いわ本当に。ジョナ、一緒にいろんなことを乗り越えてきたでしょ。これも同じよ。これだって本物よ。そんなこと関係ない。友人を失ってきた君までは。パパはキーテジまでたどり着けなかったわ。全てを犠牲にしたのに。君のこともな。そのことで自分を責めるな。もうお前ら二人で幸せに暮らせよ。もう怖いんだよ。怖いんだよ、いろいろと。諦めるわけにはいかないわ。このイカレ女め。違う。怖いんだよ、こちらもう。少し落ち着いて考えてみろ。わかるだろう。ツイッターでアンケート取ろう。行くか行かないかっていう。いや、絶対みんな行けって言うよな。絶対その場合みんな行けっていう風にやるな。うん、俺もやるわ。うん、FF 外からでも押しちゃうわ。
すごい分厚い本でしたね。なんかこれハリーポッターのあの賢者の石ぐらいあるんで、もっとあるか。誰こいつ、うわ痛そう。頑張れ頑張れ、容赦ねえな容赦ねえな。あ、やばい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 、よし、やばいやばいやばい、ハリーポッター返せ、ハリーポッター、ハリーポッター返せ。まだ読んでる途中なんだ今、やっと組み分けのシーンなんだよ。一体ハリーがどこの組に行くか、ちょっと待ってよ待ってよ、ちょっと読みたかったのに、ハリーどこの組に行くか見たかったのに、はあ、おいララ、どうするんだよ。連中も動き始めた、ブックオフ行こう。神秘の源が本物なら先に見つけないと。そうね、行くのかシベリアに。シベリアっていうなんかお菓子あるよね。お菓子なのかパンなのかよく分かんないけど、あれねうまいよね。うわびっくりした。あ、なるほど、これで最初のステージの時間軸にとやっと同期するんですね、これ。多分そういうことだろう。ララ聞こえるか、俺は無事だ。俺も無事だ。ジョナ、 I'm alive。 ジョナ、もし聞こえてるなら戻って、私のことは探さないで。むちゃ嫌がるよ。私一人で行く。一体何がこの子をこんなに奮い立たせるの。あ、そういうの、どこか休めるところ。ジロー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 、わー、なんかこの雪のこのパウダースノー感がすごいね、プレイしてても伝わってくる。このコントローラーを通してもなんかね、わかるよ、すごい来るな雪が。進まなくては。寒そう寒そう。そうよ。なんかこのさ、後ろのこのつけてるこの無線機がなんかピカチュウ元気で中だっけ？ピカチュウ元気で中？ピカチュウのマンポケあったやん昔。あれに見えてきた。うわ、あったかゾーン、セーブできるね。まずは火を起こさないと。ダークソウル的なあれだよね、多分かがり火だったっけ。どうすんのどうすんの、材料集めんの。おお、優しい。うち嫁のね、お父さんがね、バーベキュー大好きでね、大体長期連休に入るとね、嫁の実家でバーベキューするのがまあいつもの定番なんだけど、毎回ね、お父さんに、お前、火つけろ。わかりました、お父さんって言って、僕が火をつけるんですけど、いやー、ほんと火を起こすって大変だね。ほんと大変。まだ新しい。もう全然つかないから、ほんとに。うわー、なんかいた。なんかちょっと待って、なんか今、いたよ。なんかいたよ。早い。なんか、キャンプに戻ろう。あれ、もののけ姫の、狼がおったってことは、サンもいるから、サンちゃんお願い動いて。何もう無理しないで。ここね、キャンプここね。よし、じゃけん火起こしましょうね。いや、もし自分が同じね、このもしも場面に遭遇したらね、多分死ぬわ。残念ながらお亡くなりになってしまうわ、こんなん自分だったら。いやすごいわ、ほんと火起こして大変だからね。もう倒れ起こせないわ。あ、すごーい。もうなんかガタガタ震えてるわ。なんか仕事早ーい、すごーい。あ、来た。
こちらスネーク。部下が山の遺跡を探し回って埋蔵品があるなら見つかるはずだ。異端の信者ども、奴らの抵抗は続いてるが、もちろん俺らも抵抗するで、拳で。よし、もっと丈夫な弓が必要だ。なるほど、面白いな。ここでなんか武器作れるんだね。こんな痛みに即席ラングバー。やったぜ。見ているみたい。私を倒したがっている。私が横たわって死ぬのを望んでいる。でも私はそうしない、できない。ここには何かがある。出なければトリニティが雪に埋もれたこの土地に来るわけがない。ジョナが無事に帰っていますように。どうしようかな。一緒にいるわけにはいかない。まあ、これかな、まあ、グリップ大事よね。あ、なんだ、できないのか。いい、とりあえずできました。はい、私一人で対処しなければ。お、なんかスキルはね、割り振れるんですね。ファイターハンターサバイバー、まあとりあえずね、このファイターさんにするか。シックスキン、まああれだね、あの近接攻撃のダメージを軽減しますと。あ、どうしよっかな。あ、これいいね、スマートキラー。これ結構大事よね。これにしよう。やったぜ。ファストトラベル？え、これオープンワールドなの？あ、違うな。え、どういうことだろう。え、楽しみ。とりあえずね、まあ、キリがいいんで、とりあえず今日はここまでということで。はい。では、また第3弾でお会いしましょう。おやすみ。おやすみ。おやすみ？しまらん。